どうも、お笑いコンビラランドのサーヤです。本日はですね、不倫の証拠を集めたいという女性に向けて、不倫の証拠になるもの、証拠の集め方を紹介していきたいと思います。ということで、今回お越しいただきました YouTuber 弁護士の藤吉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、オープニングから不倫って連呼してるから大丈夫かなと思っていや、多いですから。芸人なんてね、女遊びは芸の肥やしみたいな。あ、どうなんですか、実際声かけられたりとかする芸人とかに。あ、全然多いと思いますよ。行けるとこは行くみたいな、そういう姿勢がね、汚い姿勢があるのでそういう人が多いっていうのはね、確かにあるので、こういうのはね、聞いてヒヤヒヤしていただきたいなと思ってるのでどうですか、身近に不倫を感じたことありますか？めちゃくちゃあります。あ、ある。自身はどうですか？自身はもうそういうのはないです。もういいです。もうもうずっとないですよ。ずっと、はい。じゃあちょっと聞いていきたいと思うんですけど不倫の確実な証拠になるもの、どんなものになりますか？まあ、でも確実な証拠は探偵更新所とか聞いたことありますかね？聞いたことあります。あ、更新所の調査報告書って多分見たことないと思うんだけども、はい、ないですね。むっちゃ鮮明に写ってるんですよ。画像ですか？画像で、ラブホテルに出入りしている2人の写真がもうどうやってこんなによく気づかれていないんだなっていうぐらい綺麗に写ってるんですよ。はい、結構近いというか、はい、もうグーでも出ないものが入ってくところでも大丈夫なんですか？入ってくる、まあもちろん出てくるところのお二人の顔が映ってれば間違いないですし、はいはい、まあ後ろ姿でもね、ある程度服装とか持ってる持ち物とかでも分かると思うんで、はいはい、あ、これうちの旦那の持ち物なんですね。そうです。まあ大体報告書で何時何分に入って、はい、で片割れはこっちに帰ってって家に、はいはい、あなたの旦那は自宅にそのまま戻っていきましたよとか、はい、そういった報告書がすごい丁寧に出るから、なんかそのネットとかだと、うん、旦那さんのスマホとかにその不倫相手の女性の例えばこう裸の写真とか、うん、そういうのが入ってても、うん、証拠にならないみたいなことが書いてあるようなこともあったんですけど、うんうん、そういうのってどうなんですか？まあもちろんその写真の性質によるんですけれども、例えば、まあ、いかにも、うん、あのネットからダウンロードしたぞみたいな画像だったらあれだけど、はい、生々しい写真あるじゃないですか、はい、それだったらなる可能性はあると思います。じゃあ例えば一緒に写っちゃったりとかしてたら、はい、もろそれは一緒に写ってたらそれはお前ら裸で何やってんだと今で完封挨拶しないだろう話になりますよね。そうですよね、会議とか言われても裸の付き合いってそんなことじゃないですからね。そう、証拠にはなると、とにかく写り方次第だと思うんです。例えば相手しか写ってなかったとしても、はい、あのその相手との関係によりますよね。なるほど。例えばその裸で写ってた写真の例えば顔で、はい、今画像検索ってできたりするじゃないですか、はいはいはい、その画像検索で例えば旦那との関係、うん、同じ会社の人だとすれば、それは何で同じ会社のやつの裸の写真をお前が持ってるんだということになるでしょ。じゃあそれはなんかその周りの状況も含めて加味されてそれが証拠になるっていう。だって僕が例えば裸の写真持つとおかしいです。おかしいですよ、返してください返すけどそうですよね。あ、そういう立場とかもじゃあ全部含まれる。そう、これどうやってどこで撮ったんだと、うんうんうん、まあ、ネットに出てないだろうと、なんかそれに対してすごい言い訳バーって言ったとしても僕は言いますよ。だから僕は言いますよいやだから僕は言いますよ。いや、もうネットで見つけたんだと。ああ、なるほど。そうそう、これはダウンロードしたものです。そう、もしくはあのアイコラしたんだとアイコラしたそれが本当に今近い関係の人であればなるほど、やっぱりその画像だけでもなる可能性は全然ある。なんか他にもこういう証拠になるよみたいな、裁判で有利になる証拠みたいな、やっぱメールの内容っていうのも完全になりますし、はい、今はやっぱりほぼ不倫が発覚するものっていうのは大体スマホからの SNS のやり取りがもうほぼかなりの、そうですね。で、しかも私が最近思ってるのは、スマホでの SNS の技術の発達でより不倫がしやすい環境になったという、結局連絡取るのが昔に比べる、そうそうなんですよ。昔は家電にしか電話できない、知らないでしょそんな時代。知らないです。ギリ携帯ありましたよね。うん、ガラケーでしたけど最初。昔は家電に電話をして、うん、で親が出ないかっていうのをドキドキしながら電話をしたことありますよ。そうなんです。だから昔不倫なんでするのに電話して旦那が出たら終わりじゃないですか。確かに今は簡単に連絡取れるし、今簡単に LINE だろうが、ね、Facebook でちょっとつながってね、ダイレクトメッセージとかもありますよね。そういう手段が増えたから、そういうなんかやり取りで、うん、今日どこどこねみたいな、うん、でじゃあ分かったそこ行くねみたいな会話があれば十分にじゃあ証拠できるって
そうですね、はい。まあ、その内容によりますけどね、LINE の。個人でできる証拠の集め方っていうのを聞いていきたいんですけど、それなんか探偵の方とか、こう雇わずに自分で集めていくのって、どうやったらいいのかっていう。まあ、一番は本当にそれがいいか悪いかは別として、スマホを見るのが一番早い。はい、スマホを見る。はい。やってる方多いんじゃないですか。よく聞くのは、そのなんか、カップルとかでお泊まりしに行って、彼氏が寝てる間に、その親指借りて、そのまま指紋認証で開けるみたいな。それよく聞くんだ、それ。結構聞くんですよ、これ。そのまま旅行先で開けて、見て、全部見て、そのまま彼女逃げてって、あれ起きたらいないみたいな。バレたスマホが取れる。スマホきちんとあって、なんかでも、怪しいなと思って電話かけたら、なんか川のせせらぎの音聞こえて、バイバイみたいな。ってなったみたいな怖い話聞いたことあるんですよ。大丈夫それと多分生きてたんですけど、でもやっぱその開けるみたいなのやっぱみんなやるじゃないですか。うん、顔認証とか指とかで、ね。完全に見て、で、それを写真に撮っておくとかですか。そうですね。やり取りそうだね。一番やっぱりその場でスクショ撮ったらカシャッと落としちゃう。まあ、写真撮って落としちゃうから。そこに戻されてますもんね。そのままトイレに持ってって、自分の携帯で写真を撮るとか、はい、スマホ、じゃあそのでも勝手に見る行為って、はい、逆にそのプライバシーの侵害みたいな、プライバシー侵害になるかならないかというと多分なるだろう、侵害にはない、はい、プライバシーっていうのは基本的には人に知られたくない情報であって、かつ公開されてない情報のことを言うので、はい、どうですか携帯の中身、私が今見せてくれるんですよ、見せます、見せそうだよ。ノースキャンダルだから。そうですね。全然公開できません。って言ってます。まあ、はい、一般の方にとっては、はい、普通は携帯の内容っていうのはあんまり知られたくない。そうですね。男性は特に言いますよね。そうですね。だからまあ、おそらくプライバシーに含まれる携帯の中身っていう。はいはい、だからそれを勝手に相手の同意なく見る行為っていうのは、おそらくプライバシー侵害にはなる。侵害にはなる。なります。だからこれを慰謝料請求とかされた日には、多分支払わなきゃいけないだろう。ああ、じゃあ証拠集めとしてやってたけど、それが侵害になって、うん、逆に訴えられるパターンとかもあります。はい。ただじゃあそのプライバシー侵害をして、携帯の中身を取った証拠が、はい、裁判で証拠として使えないかというと、それはそんなことがないだ、うん。証拠にはなる。証拠にはなると思います。ただ侵害にもなる。侵害にもなる。やっぱり裁判っていうのは真実は何かっていう。ちゃんと確定させるために裁判があるので、はいはいはい、ある程度そう触れたりはしないですよ、変に嫌ですよね、そのこっちがひたすら悪いことされてるのに探りに行ったら自分も悪いことが捕まるみたいな、いやでも裁判になってるってことは悪いことしたから、セクリンとかをしたから裁判になってそうですよね、それ言っていいですか、ね、大丈夫、よかったただ、全部の証拠が OK かっていうとそういうことではない、旦那さんに GPS つけるそういう場合もちゃんとしようかな、 GPS の精度が悪いんだよ、言われそうじゃないですか、でラブホテル条例近くにあんまりこれ強くないですか、いや今ラブホテル条例っていうのがあって